はい、皆さんこんにちは。カタリールームのカタリーです。今から始めるドラクエ10、続きをやっていきたいと思います。今日やっていこうと思っているのはメインストーリーのこれですね。古の遺跡探訪、探訪なんて読むんだろう、探訪ちょっとわかんない。ロッサム博士をね、探して協力するということで、ここにいますんでね、ちょっと声かけてみたいと思います。遺跡の調査してる人なんだ。若いのに結構頑張ってるね。ベテランの冒険者、決してベテランとは言えませんけど、まあまあそれなりにね、くぐってきましたね。話をね、じゃあ聞いてみましょうね。南東にあるソーラリア、峡谷でとても古い神殿の遺跡を発見した。一つの石板を発見し、世紀の大発見ってな、ものすごく興奮してきてるけど大丈夫かな。知識の宝庫、ストーンマンに奪われた。なるほど、ストーンマンを倒してくれっていう依頼ですね、これ。OK。間違えてストーンマンの石持ってきちゃったらごめんなさい。じゃあ行ってみましょうね。そんなにすごいのかな。じゃあストーンマンね。じゃあちょっとね、ストーンマンに倒しに行ってきます。石板の代わりにね、もしストーンマンの石を持ってきちゃったらね、博士ごめんなさい。では行ってきます。はい、それではね、ソーラリア峡谷っていうところに来ました。でね、後ろにね、ストーンマン発見しましたよ。だよね、ストーンマンね。じゃあ早速戦ってみたいと思います。ストーンマンは楽勝ですね。何回か戦ってるのでね。で、今回ね、一緒に来てくださってるサポートのメンバーはフレンドさんの中からテンプラさん、ダイヤさん、 HM さんになります。さすが硬いな、ストーンマン。チームさんの武器は通ってますね。バルンさんの武器は微妙バンシオンかかってこれですからね。お、100いくようになってきたぞ。まあ、それほど強くはないですね。まあ、楽勝です。問題はこれは死んでるし、全然楽勝じゃないじゃないか。楽勝って言った途端死んでますけど、問題はすぐに落としてくれるかどうかですね。この辺にストーンマンがどの程度いるのかにもよりますけど、数が少ないとちょっとね、めんどくさくなっちゃうかな。まあ一発で出ることをいつも願っております。 OK。 まあその分動画短くなっちゃうけどね。出なかったじゃん。あ、というかこれそうじゃない、ここに倒れてんの。あ、いっぱいいるじゃん。いっぱいいますね。よくね、あのストーンマンってチームクエストのね、あれで出てくるんですけど、だいたいあの、何でしたっけ、別なとこ行くんですけどね、そんなにね、いないんですよね。で、探しながらやる感じになってるんですけど、この辺に来たら一発で終わるじゃないですか。からこっち来ようかな。なんか何もないよね。もう体当たりいけるんじゃない？結構いいな。確か相手広いんですよね、体当たりってね。
分攻撃も食らわずに済むし、いいじゃないですか。威力も若干強いし、さすがストーンマン、一発は重いな。必殺入れちゃう？もう終わりだけど、せっかくだからね。この必殺がね、いくつ入ったかわからない仕様は勘弁していただきたい。相手にいくつ通ったのかわかんないんだもん。ちょっと MP があれだな。いきなりじゃあ体当たりいきますか。まあバージョンかかんないとやっぱこの程度なんだな。これも一応ね、レベル60クラスの武器ではあるんですけどね。まあ、どっちかっていうと、バッタモンに近い。同じレベル60でも、ちょっと安めの予算内の武器ではあるんですけど。うわぁ、すごいな。他にいるところよりも強いのかな。そういうことないですね。場所によって同じ名前でも強さ違ったりするんですかね。ちょっとよくわかんないんですけど、すごく弱く感じる時とか意外とあるんですよね。あ、やった、進みましたね。 OK。 ではね、博士のところに戻りたいと思います。案外早く終わって非常に助かっております。では戻ってきます。それではロッサム博士に報告したいと思います。多分ね、間違わずに石板を持ってきたと思うんだけど、お、石板だったっぽいですね。大丈夫ですね。ストーンマンの石と間違えてたらごめんなさいと思ったんですけど、古代エルネア文字、なんだ、何が分かったんだ。ご神体は人間を作りし神グランゼニス。すごいぞ。そしてその研究成果が公開されたとき、まずい。いや、興奮しちゃうのは別にいいんだけどさ、マジなお話でしょうかね。お、これだけでイエローオーブをいただけるとは、なかなか美味しいじゃないですか。あれ、これもまた続きのクエストがあるのかな。ちょっと短いですよね。うわ、マジか、これで終わりか今回。もう一回話しかけてみますね。どうしよう、ちょっと短かったな。そうですね、終わっちゃいましたね、今のクエストね。どうしようかな、じゃあおまけつけようかな。福引きのおまけでもつけましょうかね。ちょっと短かったですね。 OK。 それではね、とりあえずここでね締めたいと思います。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。はい、おまけです。今ですね、新グランゼドーラ王国の宿屋に来ております。でね、ちょっと福引きのおまけをしていきたいと思います。ここでやるのはね、そんなにやったことないと思うんですけどね。とりあえずね、10枚引きたいと思います。今20枚持ってるんですけど、2つに分けて取りますんで10枚ね。で、
闇縛りの書っていうのをちょっと気になってて、これ何ですかね。道具使い用のスカウト書。闇縛りっていうモンスターがいるのかな。であとね、スカウトの書、この辺のねやつをね取っていければなと思っております。でね、スカウトの書ねいただいたのが以前ありまして、でホイムスライムはね獲得できたんですけど、もう一つねさまよう鎧っていうのをねいただいたことがありまして、でこれがですねなかなかね捕まらなくて、未だにねゲットしてないんですよね。魔物使いバラルさんが弱すぎて取れないのかわかんないんですけど、いくら倒してもねゲットできないんです。ちょっとね悩んでおりますが、とりあえずねこの辺の闇縛りの書をはじめスカウトの書をね中心に取れればなと思っております。で、まあ、今回はね8等取ってもね小瓶の数は少ないと思うんで、スペシャル福引きではないのでね、皆様のお売りする安い小瓶はゲットできないかなと思っておりますが、ご了承いただければと。それではねちょっと福引きをねしていきたいと思います。ここではね10枚引いていきますよ。さあゲットしたいな。まあ言ってるそばから8等10枚だとあんまりゲットできないかな。まあ今回ねちょっとおまけ動画ということでね、尺の都合もありまして10枚にしてるんですけどね。うわ、ここも8等ばっかしか置いてないとこか。頼むよ。これは7等だよね。うわ、5等以上は遠く感じるわ。3、4、5等だよね。来いよ、8等じゃん。うわ、遠いわ。あと6枚。頼みますよ。7等か、やっぱ遠いな。7等か8等しか出ないじゃないか。ここの福吹きはどうなってるんだ。クレーマーになっちゃうよ、あんまり出ないと。それじゃあ9等を使って、これ7等でしたっけ。これでもねやっぱ7等か8等しか出ないじゃないか。お、6等か。あ、ちょっといい音させるけどさ、6等ってさゴールドストーンだからな。頼む、あと4枚。おお、いきなり6等きたね。いいね。やっぱ10枚じゃなかなか出ないかな。あと3枚ですね。あと3枚。7等ね。いよいよあと2枚だよ。もうじゃんじゃんいっちゃうよ。8等ね。で最後の1枚、最後の1枚頼むよ、来てよ。お、決まりの8等でしたね。いや、なんかやっぱ10枚だと全然出ないですかね。ということでゴールドストーンが最高の6、7、8等。いや、ほんと下じゃないですか、これは。まあ、しょうがないですね。あとでちょっとね、動画に撮るかどうかは分かんないんですけど、またね、福引きは来てみたいと思います。これ何受け取れるんだろう。あ、カジノチップコインね。カジノもやっていきたいんだけど、なかなかね、バンされちゃうことがあってですね、動画に上げられない場合があるんですよね。
ということでね、今回ちょっとおまけで福引きをつけてみました。それでは最後まで見ていただきましてどうもありがとうございます。